はい、皆様こんにちは。今日はですね、私の子育て先輩ママであるともみさんに来ていただきました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。早いですね。早いですね。あのラジオ、ともみさんのラジオに、あのラジオサンキューというラジオ局でパーソナリティをしているんですけども、ご夫妻に出ていただいて、はい、ちょうど1年前ですよね。そうですね、これくらいの時期で、はい、このラブチャンネルとして家族3人 で出させていただいて、そしたらその後、あの私ブログも書いてるんですけど、ブログにすごい件数の方が訪れてくださいまして、よかった、はい、ありがとうございます。でちょっと前も、あれ、ともみさんってあのあれに出てますよね、あれあれって言われて、あれ何のテレビだったかなと思ったら、このラブチャンネルっていう風にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます、はい、嬉しいです、はい。その時にも少しお話しさせていただいたんですけど、はい、娘が小さい時からすごいちょっとお世話になってて、はい、あとともみさん家族の家族構成とうちの家族構成もすごく似てて、はい、そうですね、はい、お子さんが、2人で、上の子に、まあ、障害があって、今年の大晦日で2023年12月31日で27歳になる、27歳、はい、娘とで息子は4つ下で、同じく12月生まれなので12月で23歳になる息子がいます。夫も一人もちろん二人とか言ったらごめんね上の娘さんが障害があって、下に息子さんがいらっしゃる、はい、参考にさせていただいた。本当ですか。でうち娘もすごくちっちゃくて、まあ、このちゃんの方が大きくなりましたよね。そう、体重も身長も抜いちゃいましたよね。みゆちゃんの障害ってどういうことですか、簡単に。あの染色体筋筋障害なんですけど、まあ、よく言う染色体障害なんですが、21番目の染色体の片方は正常で、片方の上下が欠損していて、そこがくっついて丸くなっているっていう21リングモノソミ、21番環状染色体で、まあ、生まれた時報告例は世界で100人、世界で100人って日本じゃないんだ。少なすぎる。だからそれも希望を持つ言い方だと、あのもっといるんだけども、例えば障害の度合いが少なくてわからない、または重くてこうなかなか生まれてこられない、どっちかなみたいな、こう言われましたね。うちも珍しい方なんですけど、まだでも3万人から5万人に1人って言われてるので、多分日本だけでも4000人ぐらいはいるかなとは言われてるので、あのやっぱり何々症候群っていう名前がないので。そうなんですよね。今日は、ね、下の息子さんもいらっしゃるっていうことで、兄弟について、はい、ちょっとともみさんといろいろお話できたらなって思います、はいはい、ぜひ。まず一つ目なんですけど、はい、多分一人目そうやって、うん、障害を持って生まれました、うん、次の兄弟って、はい、そうですね、まあ、でももう一人欲しいなというふうに思ったんですけど、うんうん、娘の時に染色体障害が分かりました、うん、でやっぱりとても珍しい障害だったので、先生の方から、まあ、その前に私たちも、次のもし子供が生まれた場合、どうなんですかって聞いたんですね。で私たち夫婦もあの、まあ、珍しいので調べましょうということで、私たちの染色体は正常だったんですけど、なので次のお子さんがあの障害がある確率っていうのは、普通のご夫婦と一緒ですね。普通のご夫婦と一緒という意味がちょっとよくわからなかったんですけど、そうやって言われましたね。我が家も一緒なんですけど、やっぱり遺伝子科の先生に、ね、次の子を考えているのでっていうことで話をお聞きしたら、我が家は調べることはなかったんですけど、この葉ちゃんのタイプは突然変異ですって言われて、なので、まあ、同じような感じですよね、っていうか周りの方と同じぐらいの、確率ですっていうことだったので、私もあそうなんだと思って、入院とかも多分多かったと思うんですけど、ちょっと落ち着いた頃に、
そろそろやっぱり兄弟が欲しいなって思って、で私も、うん、欲しいなと思って、うん、羊水検査とかで調べるのはやめようと思ってたんですよ。あ、次の子に、はいはい、なのでその前にできることはやろうっていう感じで、うん、なんか自分の体を健康志向にじゃないですけど、何がいけなかったんだろうっていうことをいろいろ考え、うんうん、まあ妊娠をしました、うん、あ、羊水検査やらなかったのってよく言われるんですけど、うん、美しい話のように思われるんですが、うん、なんとなく分かったら産む自信がなかったんですよ、うん、あ、分かる気がする、うん、で、うんうん、分からなかったら、うん、生まれてもしも障害があっても、うん、育てるしかないじゃないですか、はい、うんうんうん、まあもし事前に分かって障害に備えて生まれてからすぐに対応できるようにと思って調べる方もいると思うんですけど、私は分かったらどうやってこの生まれるまでの間過ごすんだろうとか、うん、自信がなかったので、なのでもう調べるのはやめようと思って、うん、でも出産の時に、うん、まあ、破水をして陣痛がなかなか来ず待っている時に、病院の先生には、うん、なんで調べなかったの、先生に、そうなんですよで自分の担当だった先生は、うん、調べないんですって言ったら、うん、あ、そうっていう感じであっさりだったんですけど、生まれる時の担当だった先生は、うん、なんで調べなかったのっていう風に、そんな産む直前にそんなこと言われても、そうなんですよ、本当に逆に緊張して、そんなそうちょっとすごい泣けましたね。泣けますよ。一人目が、まあ、染色体障害だと、うん、普通は二人目大体調べますよって言われたんですよ。あ、そう。でも、まあ、無事に大きな声で泣いて、うん、上の子が4歳の時ですよね、うん、なのでいろんな障害をもう知ってたので、生まれて無事だったから良かったというよりも、うん、第一関門突破だね、そう、わかります、そんな感じで、すごくよくわかる。下の子は上の子に比べてこう体重が多かったので、うん、ふっくら、まあ、水分もあってかしてて、うんうんうん、ガッツ石松かで、よく芸能人が最初ガッツ石松かと思ったっていう、なんか誰かの言葉を聞いたことがあるんですけど、本当に思ったんですけど、夫と今回は顔じゃないよね健康であれば、健康であれば、生まれた瞬間ってそうですね、私も確認しました。この歯が小さくて、あと手足の特徴が小さいとかね、欠損とかあるので、最初に見ましたもん、手小さくない？足小さくない？とりあえず一緒で、コルネリアではないなっていうの、なるほど、でも分からないじゃないですか、うん、そうですよね、まさしく私も第一関門突破で、一人目は本当にすぐにピュッて運ばれて、赤ちゃんの顔をその場で見ることもなくっていう感じだったので、二人目はちゃんとこう抱かせてもらってという感じで、うんうん、お子さん生まれました。いろいろてんやわんやだと思うんです。そうなんですよね、うん、4つ離れていると言っても、うん、双子状態で生かした時、抜かされるまでは大変でしたよね、うん、で体がやっぱり娘はすごく弱かったので、うん、まあ、今でもなんですけど、こう身辺自立ができてないので、自分で例えば食べるとか、うん、トイレに行くっていうことはできないですし、まあ、何もかも支援が必要ですよね、うん、下の子はそれはそれは元気なので、小学校の低学年までは横着い元気だったんですね。元気だったんですよ。で本当に目が離せない感じの子だったんです。好奇心旺盛な、結構大変でしたね、みゆちゃん連れて。そうなんです。よくなんかこうスーパーで寝転がってるような子、あれが欲しいっていう、ああいうタイプの、そうだったんですよ。そうだったんですよ。なのですごい大変でしたね。娘が転換発作がどん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 激しくなって、まあ、救急車もお世話になりましたし、私もでも細々と仕事を続けてたので、私がいなくて、おばあちゃんが見てる時に、まあ、発作を起こして救急車に乗った時は息子も同乗して、あ、弟さん以上に手がかかるじゃないですか。何か気をつけられてたことってありますか、子育てで。息子に特にお姉ちゃんの障害はね、障害があるのよってことは言ったことはないんですけど、うん、まあ、本人は分かってるとは思うんですが、うん、息子に
お姉ちゃんがこうだからこれはできないんだよっていうことを言いたくなくて、結構息子優先な感じで、ですよね、うん、例えば外食って言っても娘はもう食べられるものが限られているというか、何でもまあ潰して細かくすれば大丈夫なんですけど、焼肉に行けば本当に限られますし、例えば回転寿司とかでも本当はハンバーグセットとか、うん、お子様カレーとか、うん、でも息子が行きたいっていうところに行って、うんうん、まあそれはこう工夫するという感じで、うん、遊びに行くのもゆるい遊園地がいいんですけど、うん、やっぱり喜ぶだろうなと思って違うところに行ってみたり、うん、でも意外に息子もゆるいものが好きだったんですけど連れて行ってみたらあ、でもすごいわかります、うん、私も同じでお姉ちゃんがいるからできない、やらせてあげられない、うん、まあそういうものもあるんですけれども、うん、でもなるべくっていう気持ちはすごくあって、ね、ね、うん、私はあの家にいたので小さい頃はなるべく息子との時間を作りたいなと思って、うん、娘はあの療育園は必ず決まった早い時間に帰ってくるので、それよりももう少し早く帰ってこられる園を探した時に、必ずもう3年間、珍しいんですけど3年間バスの時間が変わらずに2時に帰ってくるんですよ。早いですね。早いんですけど、この娘が3時に帰ってくるから、この1時間だけはもう絶対息子と過ごそうと思って、そこの園を選んで、もうとにかくその1時間を大事にしたりとか、あとすごい主人が手伝ってくれたんですけど、息子がその時々にハマったもの、例えば銭湯にハマった時もあるんです、あとおばあちゃん家に遊びに行くって、そういう時にあの主人が必ず週末息子を連れて銭湯に行ったりとか、おばあちゃん家行ったりとか、その時にハマったものにも連れてってくれて、いいですね。 うちはあの娘が療育の園に行って、うん、で歩けなかったので母子通園だったんですね、うんうん、で私がいつも一緒に、もちろん夫も協力をしてくれてだったんですけど、うん、なので息子は本当に生後2ヶ月から保育園デビューをしまして、うん、その時はもう涙涙で手元でずっとね、そうそう、公園デビューとかしてとかいろいろ思ったんですけど、ただ行ったら行ったで、うん、なんかすごくこう保育園でいろんなことを覚えてきてくれて、うん、すごく本人はまあ楽しく、うん、あ、それが一番ですよね、うん、そうですね、楽しい、はい、心のバリアフリーっていうのを息子さん本当に持ってらっしゃって、そうなんですよ、いろいろありますね、エピソードが。娘が小学校で、息子が保育園の時に、娘を先にバス停に迎えに行って、でその後息子を迎えに行くと、娘を連れて行かなくちゃいけないじゃないですか。でうちの子って、まあ、今でも身長127センチ22キロですごくちっちゃいので、まあ、当時ももちろんすごくちっちゃくて、歩くのもちょっと手つなぎで、もうヨタヨタとよだれとかも出てますし、まあ、しゃべることはできないですし、それで連れて行くと最初すごいみんなが寄ってきて、うわーって変な顔とかいくつとか、うちのお兄ちゃんより大きいの信じられないとか言われます、すごい言われて、なんかもうここまで涙がっていう感じで、でもここでなんか怒るとみんなに対しての印象がね良くないと思って、一応我慢をしながら、息子もなんとなく得意げ で、ある時もうみんなも飽きてくるもんですから、だんだん集まらなくなっちゃって、そしたらなんか息子がみんなみゆちゃんが来たよってすごい集めて、で取り囲まれて、そしたら息子がじゃあみゆちゃんはこうやって歩きますって言って、こうよだよだと、でよだれが出てますとか、喋れませんとか言い出したんですね。私すっごいショックで、泣かないようにしてたんですけど、本当にもう涙がこぼれ落ちそうな、ちょっと笑うように努めたんですけど、引きつって息子をなんかもう早く帰ろうよって感じで、こう眼を飛ばすじゃないですけど睨んでいて、でそうしたら喋るだけ喋って、息子が、でもいいんだよね、これがみゆちゃんだからママ帰ろうって言ったんですよ。でなんかすごくこうみんなにみゆちゃんはこうですよっていう特徴を説明してただけだったんだと思って、なんかすごいもう帰りその車の中で頭の中がぐる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 
考えさせられたというか、うん、息子は別によだれが出ることは恥ずかしいことじゃないと思ってるみたいで、うんうん、ありのまんまのお姉ちゃん、ありのままの、そうなんですよ、うん、で、ある時娘が高等部ですね、うん、息子が小学校高学年かそのぐらいの時に、うん、宿題を夏休みのしてたんですね、うん、ありますね、ね、で特別支援学校の宿題って、まあ、その子に合わせてでうちはもう本当に傘の絵があったら傘っていう字が書いてあって、うん、線で結ぶとか、シールを貼るとか、うん、すんごく嫌がって娘が、うん、で二人羽織状態で一生懸命やってて、でも娘はもう嫌で嫌でそれを見てた息子がみゆちゃんそんなことしてたら大学には行けないよってってびっくりして、みゆちゃんは大学に行かないよって言ったらみゆちゃん大学行かないの、それみゆちゃんが行ったのって言われて、いやみゆちゃん行ってないけど行ける大学はないよって言ったら、うん、試験も受けてないのになんでわかるのって言われて、すごい、あ、そうかって、なんか今となってみれば試しに受けるだけ受けてもよかったかなとかでも高校がね、あの特別支援学校でまあね、高等部ではあるんですけど、うん、私はこれはもう当たり前って思ってたことが、もう彼にとってはなんでそんなの分かんないよっていう、なんかすごい反省しました。心のバリアフリーを訴えてるのに、バリアフリーってなんだろうって。そういう兄弟とか持つと、よくお友達とか、小学校、まさしく高学年とか中学になると、ちょうど周りもいろいろ出てくるじゃないですか。最初やっぱりあの小学校の時とか、うん、友達がバーッと遊びに来て、うんうんうん、で娘はそこにいるので、うんうんうん、で娘がお友達の大事なゲーム機とか、うんうん、本とかによだれを、うんうん、ごめんねごめんねとか言って、うんうん、でもあの、まあ、だんだんその子たちも心得てきて、うんうん、置きっぱなしにしとくといけないみたいな感じで、うんうんうん、割とこう来た子たち、まあ、最初は多分すごいびっくりしたと思うんですけど、うん、大丈夫でしたね。で中学の時に、まあ、今その彼は滋賀県にいるんですけど、大学が滋賀で、うんうん、すっごい大親友ができて、へー、その子がたまたま兄弟に障害のある子がいて、うん、ものすごく仲良しですね。なんか波長があったんですね。そうですね、そういう出会いも、そう、もしかしたら2人の中ではそういう話もしてるのかなと思いつつ、うんうん、兄弟の話もね、うんうん、でもお互いの兄弟のことをすごい、彼も可愛がってくれるし、嬉しいですね。そうなんですよ、うちもすごい好きみたいですね、うんうん、うちも結構あの友達ウェルカムなので来てもらうことが多いんですけど、うん、そこに娘がいて、カードゲームとか好きだったんですけど、折、うん、っちゃったりとか、うん、持ってきた水筒をいつの間にか飲んじゃったりとかまあ、コロナ前ですけど、うん、ごめんねって入れ直したりとかしてたんですけど、その時はびっくりするんですけど、でも変わらず遊びに来てくれたりとかするので、うん、なんかやっぱり学校が違ったので、それをいいかどうかわかんないんですけど、あのうちはまあ特別支援学校だったので、うん、学校が違ったのでなかなか接する機会というのはなかったんですけど、うん、親しい子たちがね、うん、遊びに来たりするので、うん、まあ、最初はびっくりだったかもしれませんけど、うん、息子さん、あ、大学卒業されましたね。大学卒業したんですよ。両親と同じ道を歩まれてますよね。そうなんですよね。俳優さん、タレントさんって、まあ、本人は役者をやりたいんですけど、うん、まあ、演技だけじゃなく、うん、ナレーションとかの仕事も、はい、させてもらってて、この間なんか、あ、そうですね、キャッチ、キャッチ、うん、キャッチっていうケーブルテレビ、ケーブルテレビ見ました。あのイメージキャラクターみたいな、うん、そうですね、3本ありましたね。そうですね、映像がね、はい、よかったらまた見てみてください。貼っときます。ありがとうございます。そうです、お芝居もあります、10月に。そうだね、先月でしたっけ。そうですね、7月、8月とお芝居を名古屋の東文化小劇場で、うん、で、また来月、そうですね、来月は覇王という芝居で、うん、昭和文化小劇場ですね、うん、名古屋の蒲田の駅の近くにある盾がある、そうですね、武田信玄の部下であった、あの、高
全然私覇王っていう名前だけでストーリーを知らないんですけど結構あれですよね、有名なんですね。そう、成長もしてきて、このあと自分たちが娘を見れなくなる日が来るじゃないですか。兄弟にどうしていってほしいのかっていうのを考えられたりとかします？そうですね、あの私は、まあ、息子には好きなように生きてほしいなと思っていて、まあ、こういったお芝居をやってるので、いつか東京に、まあ、多分来年の春ぐらいには行きたいと思ってるみたいで、まあ、地盤がないんですけどまだ。でも元々は大学が国際コミュニケーション学部って言って、こう英語っていうか海外のことを勉強していて、ハリウッドでアクションスターになりたかったらしいんですよ。アクションもできないのに英語もそんなに喋れないんですけど、だけどちょうどコロナで、まあ、留学することもなく、まあ、海外には行くこともなく、なのでその気持ちが薄れたのかどうかわからないんですけど、初めそう言ってたので、遠くに行っちゃうんだなっていうことがなんとなく思ってたので、まあ、寂しいといえば寂しいですけど、こう社会もどんどん福祉資源っていうかね、増えていると思うし、徐々に法も整備されてきて、なんか親が一生懸命とかじゃない時代も来るのかなっていうのをちょっと期待してます。詳しいですよね、福祉のことに関して発信されてるので。でどうしてもこういつかはグループホームみたいな、やっぱり事業所を作るために頑張ってきて、次はグループホームかなっていうふうに、まあ、思ってやってる子たちもいるし、まあ、私も一時は考えたんですけど、その子によっていろんなタイプがあって、グループホームが合う子もいれば、もしかしたらこう家でいろんなサービスを使いながら生きていくってこともできる時代というかね、あるのかなっていう気がします。すいません、ではなんか将来のことは一歩先を行く先輩としてまた教えてください。そうですね、じゃこれからもちょっと応援させてください。こちらこそよろしくお願いします。お願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ最後まで見ていただいてありがとうございました。今日は私の子育て先輩ママさん、ともみさんに来ていただきました。ありがとうございました。